今回はここだけ風間くんが女の子の世界を妄想して楽しむみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。風間くんが女だったらしんちゃんのヒロイン論争終わってたってマジ？は？しんのすけは男の風間くんが好きだから解釈違いです。全く勝てなくなるやつ。しんのすけは恋愛絡むとツッコミとかに縁のない純粋な美人なお姉さんがタイプになるからな。というかしんのすけのヒロイン論争は年上好きだから5歳児の時点だと報われないから、高校生くらい将来に回らないとそもそも始まらないからどうしようもないのよ。15年後には勝つかもしれない。風間ちゃんと顔重くて面倒くさい女になっちゃう。現時点で重くて面倒くさいからまあセーフ。クーデレ系幼馴染になるのか、世話焼き系幼馴染になるのか。世話焼き系ツンデレヒロインだと思う。風間ちゃんメス18はしこれるかどうかといえばおしこりできる。寝てる時にキスコン残すのが強すぎて。くさ。語弊がない。ピクシブで何気なく2人の格調べたらいっぱいあって驚いた。めちゃ良かった。女の子になるとすごく負けヒロインっぽいな。風間ちゃんは誰にも内緒でたまにボスロリー衣装着てそう。わかる。地雷系好きそう。毎日のようにしんのすけに誘惑される夢見てるからな。風間くん、風間くんは女でしんのすけとくっついた方がいろいろと楽に生きられそう。男であることでいろんなプライドが生まれてて生きづらそう。風間ちゃんでもエリート目指すのかな。目指すけど女だったらしんのすけの恋人って大義名分で側にいられそうでメンタルが安定しやすそう。しんちゃんの ASMR を聞きながら寝てそう。未来から来た時に惚れられてタイムパラドックス起こしそう。そういや未来の風間くん映画でしんちゃんの嫁と堂々と結婚させられそうになってたな。子供風間くんの心境気になるわ。風間くんだと可愛いものが好きなこととかで苦しんでるけど、多分風間ちゃんでもしんのすけに守るべき可愛い女子扱いされたらキレる。風間くん女の子になったら貧乳そう。ええやん。風間くんが女だったらなんやかんやで結婚相手は風間なんだろうなとは思う。まあ原作しんのすけはともかくアニメしんのすけが幼馴染と結婚するのはメタ的な解釈違いだな。しんのすけは今の関係性が深まって結婚するというより、この先にいろいろと女の子と知り合ってその中で好きになった子と結婚してる将来の可能性が行き着いた先みたいな結婚してる感じがある。まあ大人帝国の影響だろうけど。風間ママは懐広いから好きになった相手が庶民でも許すだろうけど、パパがな。パパそんなに厳しかったっけ？優しいイメージあるが。少なくとも原作で出てきたパパはおおらかで優しい人だったそう。風間くんメスの場合は萌えピーを子供と言って言いつつちょっと見ていて、逆にアクション仮面のフィギュアとか食玩とか玩具とかを集めてるんだろうな。女性らしくないし隠してるんだろうけど、こだわりが強いせいで結局しんのすけとアクション仮面語りしまくるんだ。世話焼きツンデレ幼馴染お嬢様ヒロインって属性盛りすぎてない？あかんやん。サボテン大襲撃での風間くんが完全に主人公の帰還を待つふるさとの村に残ったヒロインポジになってまうやん。主人公に性感体開発されてるボクッコツンデレ世話焼きヒロイン。風間くんがヒロインしてる映画多すぎるんよ。サボテンでずっと涙流してなかったのに風間くんが来た時には泣いちゃうしんのすけ好き。風間ちゃんとか絶対に浮気疑う時は面倒くさくなりそう。しんのすけに対する感情がさらにマシマシになりそう。しんちゃんの方も惚れる。萌えピーファン隠す必要そこまでなさそう。大人ぶって興味ないふりしてそう。トールちゃんの初恋が決定。逆にそんな重くならなそうかん。女の子にしんのすけがあんな絡みがたしないだろうし。風間くんは女の子になる方が多分そこまで絡みなくなると思う。ねねちゃんの女の子の友達感出てる。しんのすけとトールは同性同士だからこそここまで重い感じする。湿度上げたいなら両方女の子にする方が可能性高そう。せや、あの世界よくわからん超連れ現象あるし、それで風間くんを後天的に女の子にしようぜ。しんちゃんはお姉さんが好きなのであって同年代は眼中にないから。私と一緒にエリートの道を行こう。春日部防衛隊なんてやれるのは今だけ。みんな違う道に進んでバラバラになって違う友達ができたら。そんなの嫌だ。ずっと一緒にいたい。
しんのすけ、なんでうなずかないの？私の気も知らないで。小学校受験とかで風間くんだけ別とかもありえるんだよな。まだ5歳。成人をめちゃくちゃドロドロしてそう。でもしんちゃん年上にしか興味ないから。風間ちゃん変な扉開いちゃいそう。原価だけど女の子だと余計に。良い子の何人かは性癖壊れる。ねねちゃんとの女の友情会がある。しんのすけは見えて割と紳士で同年代の異性にセクハラ地味た絡み方はしないから、風間くんが女の子だったら距離感もっと遠い感じになってるだろうな。切ない。風間くんは大人になってもなんだかんだでしんのすけと付き合いがありそうという謎の印象。しんのすけは年上にしか興味がないんだ。でほのかな恋をひた隠しにしてきたのに中学校くらいで年下に告白されて OK するしんのすけ見て心ぐちゃぐちゃになってほしいよ。こじれるこじれる。男の意思だから友情で収まってるけど異性なら単なる友情で済む気がしない。しんちゃんの方はわからないけど風間ちゃんは少なからず恋を抱いてそう。アイちゃんが風間ちゃんにめちゃくちゃ嫉妬しそう。大人の七子お姉さんには尊敬を抱いてる節もあるけど、風間ちゃんに迫る新様を見たら絶対曇る。改めて考えると、この異彩児たち感情でかすぎん。一人称を私に変えて語尾を女性的にしたらこんなことになんの？後天的 TS の方がしんちゃんも意識しだすと思う。風間くんが女の子になっていつものセクハラがしにくくなっちゃうしんちゃん。最初は風間くんの要領で風間ちゃんってしんのすけに呼ばれてるんだけど、ねねちゃんやあいちゃんを見て自分もトールちゃんって名前で呼んでほしい風間ちゃんはあると思います。しんのすけ×風間くんと海うかく正直好き。表面だけ見たらしんちゃんがしつこく絡んでるように見えて、風間くんからもしっかりというかむしろ強めの矢印が出ているのいいよね。長年の派遣格、国民的アニメでも屈指の BL 需要を誇る名 CP 来たな。子供の頃は仲良しな子供たちっていう微笑ましい目で見れたのに、大人になってネットの海に広がる負の妄想に脳を焼かれてそういう目で見てしまうようになったやつもいるぞ。ソースは俺。